広島市派？話違うやんけ。じゃあええわ。JR 北海道すみません、やっぱ元の値段でできます。なぜなのか。プロ野球北海道日本ハムの新球場を含む北海道ボールパーク F ビレッジ BP 北広島市の隣接地に整備する駅について、 JR 北海道が110億125億円と見込んでいた総工費を数十億円圧縮する方向で調整していることが分かった。北広島市が強すぎる。ちなみに高輪ゲートウェイが190億円、幕張豊砂が126億円。引っ越しの見積もりかよ。でも昔の見積もりが今の建材の高騰と人件費の高騰でまるで意味がないってのはどこでもあるぞ。弊社でもよくある。資材の高騰激しいからな。チームずらすだけでそんな変わるか。そんだけ変わるなら最初からそれ提示すりゃいいのに、わざわざ高い方提示してたんやな。最初から直線部に駅作ろうとしろよ。新駅作っても快速エアポートは全列車通過、普通しか止まらない。球場客を快速乗せたら混むやろ。普通しか止まらないってそれ大丈夫か。なんか問題か。新駅始発の下り電車を10分置きくらいに出せばええんやろ。80億も高えよ。駅員不足だし臨時対応面倒だし負担ゼロで儲かるとしてもやりたくないんやろな。さあ、果たしてエスコンの新駅について果たしてどうなっていくのでしょうか。ぜひぜひ皆さんのご意見教えてくださいね。ご視聴ありがとうございました。